クラッシュ131女子ミニマム級は48キロリミットです。静川多団体 NJKF ミネルバアトム級王者歴があります。その時の体重は45キロリミット、これは48キロが上限です。ケイトは18歳になったばかり、166センチあります。こちらです。いずれも2人の選手とも延長判定戦を前回に終えてここにやってきています。静香の方は16戦目、キャリア豊富、160センチ。さあクラッシュ女子フライ級チャンピオン琴美選手、はい、この戦いっていうのはもう率直に伺いましょうか。どこ楽しみにしてるんですか。2人とも蹴りがすごい上手い印象なので、どういう試合になるかなって私もすごい楽しみだったんですよね。そうですか、ムエタイファンっていうことですから、はい、ウィラサクレックフェアテックス勢っていうのは本当にいつも注目なんじゃないですか。そうですね、あのでも K1、 あクラッシュとか K1 に寄せた戦いだけどムエタイのテクニックもあるっていう、はい、見てて勉強になります。やっぱり石川さん難しいところですよね。その組んで打ったり肘はないけれどパンチ、蹴り、それから組まずの膝に特化してっていうところで、はい、まあ、それでもムエタイで磨いていけば一発一発で勝てるんだっていうケイトの今回なんですね、はい、そうですね、まあ、ウェラダクレック島はですね、もうあのこの K1 ルール、クラッシュルールでもちゃんと結果が出るスタイルも確立しているので、はい、まあ、その辺はあまり僕も心配はしてないんですけど、いいですね、やっぱ、キラトにガード高く、うん、ジャブをうまく走らせてからね、ローからミドルとかも、その辺はムエタイのテクニック、流れですよね。わ、今も左インローはダブル、その後も右のストレート、もう一発顔面刺すようです。木下ほうかさん、はい、すごいですね、2人のこう直線的な攻撃、どうしたことでしょう、このいや美しい、18ですしね、この方ね、ケイトがそうですね、青いグローブ、誕生日4日前です。17、それに対してキャリアは着実に積んできた32歳の静香は元幼稚園の先生なんですね。11年間、そしてファイターという顔を持ち合わせてきましたけれども、それを退職してここにかけています。やりたかったんですね。ですね、分かるわ、当たるわ、うん、分かる、分かる、分かる、そうですよね、俳優されながらですもんね、木下さんは。いや、このケイト選手のプレッシャーリズムがですね、はい、あの静香選手の蹴りをテンポよく出させてくれないですよね。静香選手はどれだけミドルキックが走っているかによって静香選手ペースになっているかどうかを判断できるんですよね。それがね、あんまりテンポよく蹴りを蹴らせてもらえないっていうことも、はい、ケイト選手のキレですよね、プレッシャーですよね。琴美選手、本当にそのキレ、蹴ると十分ありますね。いや、すごい早いですね、こう蹴り2回蹴ったりとか、やっぱこれはカットとかもしにくいですよね。一回こう対処してもその後もう一回来るって、しかも早いんで。そういう場合って琴美選手だったらどうするんですか。私だったらもう最初の一発目でパンチを合わせたいなと思いますね。もう前重心で、はいはい、距離大事になってきますね。そうですね、一つミドルキック横蹴りもあった静香、ローキック、しかしミドルキックは打ち合い、そしてパンチへ、第1ラウンド終了です。さあ木下ほうかさん、どんな思い残りましたか。この静香選手って様子見てるんですか。これはこれ琴美選手に伺いましょうか。琴美選手、多分出しにくいんだと思います。出しにくい、そうか、ケイト選手がこうじりじりプレッシャーをかけてるんですけど、ちゃんと自分の距離を保ちながら蹴りを出して、そこに入れさせないようにしてるという感じに私には見えます。長い攻撃がこうやろうと出そうとすると、はい、来るみたいな感じな気がするんですよ。1ラウンド受け身みたいな印象ですよね。いい右も入ってましたよね、ミドル。確かにそうですね。まあ、そして表情自体は落ち着き、闘志に溢れているようにも見えます赤コーナーです。セコンドアウトの声がかかりました。女子ミニマム級の一戦、テクニック、威力アップに余念がない青いグローブのケイト・ウレサクレック。石川さん、はい、ここから見立てはいかがでしょうかね。
このね、ケイト選手の前手ですよね、あのガードが高いかと、前手を大きく構えられると、どうしても静香選手としては右のパンチ当てにくくなっちゃうんですよね。ガードが硬いから、そのガードを崩さないと当たらないものですから、どうしてもそれがあの当たりにくいっていうなんか精神的な部分になっちゃうんですよね。あの縦が前にあるような。そうなんです、そうなんです。はい。そこをまず崩さないと、であと内側からケイト選手パンチを打ってくるので、はい。ああ、これもそうですね。そうですね、早いから。だからパンチの相性としては、はい、静香選手もね、遠くからのフックとかも最近このコース戦で上手になってきてるんですけど、それよりも内側からのケイト選手のパンチの方が速くて、だ後手後手に見えてしまうっていうのがこの試合の流れだなと思いますね。小谷選手、はい、本当にそうですね、インサイドからまっすぐケイトのパンチ伸びてきますよね。そうですね、鋭いですよね。これもそうだ、見えないですよね、まっすぐのパンチは。ちょっと木下さん、こうなると静香は嫌でしょうね。でも右のローキックとか狙っていけば受けそうな気はしますけど、これも琴美チャンピオンに伺いましょうか、はい、どうですか右ローキック。そうですね、ローキック確かに入りそうですね、あと静香選手、あの結構パンチと蹴りをつなげてこうだん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 ってこう出すのが得意だと思うので、はい、それをもう続ければ入りにくいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、球打ちまくってってことになりますか。そうですね、手数でタン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 で、ハイキックも蹴れるので、静香選手は。うわー、右ローには静香の一発にケイトは2発返しました。石川さん、膝頭への蹴りなども静香あるんですけれどもね。そうですね、はい。やっぱ後手になっちゃってるので、はい、先手ですよね。先手で、まあ、ローキックを連打するとか、右ストレートしていかないと、まあ、ケイト選手止めることがまず先決かなと思うので、このあれですよね、このケイト選手の構えはウィラサックレックの例えば、ゴンナパー選手とかをイメージしてもらうと分かるんですけど、はい、前手を大きく縦に構える、はい、それによってなかなか鉄壁に見えるんですよ、対戦相手から。かと思えば木下さんからもうめき声聞こえてきました。すごいローキックですね。静香選手のローはあんまりカットしないですよね、はい、ケイト選手に、はい、自信あるからか、あれ効いてきてくるから。これどうなんでしょうね、もものあたりはもうだいぶ赤くなってますけれどもね、もっとやっちゃえばいい。右フック、ケイト選手が、ね、パンチをどんどん振ってくるから、はい、上に意識がいってるからなかなか下の意識が静香選手おろそかになっちゃってるんですね。ケイト選手かなりこの試合、前回の試合よりもバージョンアップしてますね。攻撃進化してますね、重視でしてますね、はい、第2ラウンド終了。今ゴングが鳴らされています。最後もケイトが相手をきっと睨みつけました。アップライトの一昔前のね、アップライトのムエタイじゃなくて、はい、この K-1 ルールにちゃんと適応してるムエタイスタイル、ミラサクレックスタイルというのがもう確立してるんでしょうね。そうですね、はい、ちょっと上目遣いなんですね。うん、木下さん、続いて伺いましょう。ケイトの動き変わらないですし、本当にスピード落ちませんね。落ちないです。でも僕さっきから見てるとやっぱりその左のなんかローに対しての対応がないので、おほほほ、ちょっと心配ですけど、そこをなんか攻撃したら効果的かなって見えます、はい。ということは静香の方が左のローから一歩一歩行く戦略ってちょっと見えてるんですか。はい、僕はなんとなく、いや、分からん、いい試合ですね。でもこれ、いや、女子のその一発一発の威力というところ、クローズアップできる戦い、特にケイト・ウィラサクレック心境著しいところが分かっています。やっぱ先手なんですよね、ケイト選手が先手なんで、どうしても静香選手が先に攻撃をしないとなかなか流れ変えられないですね、はい、ここも小谷選手、はい、もう位置をまずケイトが自分で作りますもんね。そうですね、確実に自分のこう距離をプレッシャーかけながら作ってますよね、距離感プレッシャーですよね。こう出しながらちゃんと距離をこう保てているので、はい、本当にこのクラッシュっていう戦いに適したムエタイスタイル、かっこいいですよ ね。本当にでも石川さん、短期間でどん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 伸びてくる選手ですね、はい、そうですね、はい。まあ、対して静香にも意地があるでしょう、これ静香選手、本当に、ね、遠くから蹴る、で、あの最近は、ね、遠くからパンチも当てるっていうスタイルがちょっとずつね
あの新しく増えてなってきたんですけど、はい、それが全くさせてくれもらえないんですね、はいはい、執念深く蹴っていく前蹴り、そこに右のインドケイト、ちょっと木下さん、うん、ケイトが何かこう絶対いけるんだって自信見えるかのようですもんね。そうですね、もうなんかその気持ちでやってるから。でもかといって静香選手も、はい、あの全然負けてないですね、うん、気持ちは強いですね。強いですね、はい、右ストレートもう一発。あー、ここはコーナーを背にしてはいけません静香。ボリーストレート、ケイトの強力な一発一発、グローブぐるぐるぐると回して、コトミ選手、はい、ちょっと見せるところまで行きそうですね、これ。そうですね、結構なんかもう楽し、なんかケイト選手楽しそうに戦ってますよね、なんかちょっとですよね、はい、笑ってますね、笑ってますね。ケイト、そして右のストレート、いいシナリオができてるんでしょうね、そうですか、50秒やりますね、1ページ1ページ進めて第3ラウンド、ゲートミラサクレックの戦略、行きますかね、この後話があります。静か、あ、走って右の、その後ケイトのパンチ飛び込んだ、思い切って静か、うん、石川さん、はい、静か残された時間にと、ね、いうことになりますね。そうですね、いろんなもう遠い距離からいろんな角度で攻撃をしてるんですけど、それも全てケイト選手がやっぱり自分の距離でうまく、はい、ガードしちゃってるんですよ、できてるんですよね。確かにディフェンスもしっかりしていますね、はい、ね、遠くから、ね、走るように飛んできたりとかして、はい、そういうのをちゃんと焦らないで自分の距離で攻撃を防げてるんですよね。攻撃のパターンも多い、しかしこれがクラッシュで生きるムエタイとケイト。さあ静か、人生かけた戦い、ここでタイムアップ。全てをかけてこのクラッシュに臨む静か、最後はうわ、しかしこちらも笑っています。木下さん、すごい女子たち2人ですね。女子の試合好きで見たいんですけど、血が出るってちょっとかわいそう。いや、もうここはその領域までたどり着きましたが、どうだ判定は。30対28、青ケイト、ケイト1票、ジャッジ西村30対28、青ケイト、これもケイト30対28、青ケイト、以上判定3対0、試合中とは別人のような柔和な表情に変わっています。ケイト・ウィラサクレック、キャリア5倍の静かに判定勝利です。小谷選手伺いましょう、はい、どんな試合と判断されますか。まあまあ、もう徹底してますよね、こうじりじり前に行きながら、はい、あの前回の試合でこうちょっと下げさせられちゃってた場面があったんですけど、もうそれじゃなくて自分で今回はこう前に出ながら出すっていうその気持ち、決めたことをやってるなって思いましたね。木下さん、決めたことを確実にできるって本当に大事なことですよね。これやっぱり作戦練ってその方針でやってることに見えますか。そうなんですね、イメージですね、作戦ももちろんなんですけど、イメージを持ってこういう戦い方をするっていうことを、またケイト選手は今日この試合でかなり自分のスタイルが確立する感覚を掴んだんじゃないですかね。そうですね、このまま伸びれば怖い18歳、ね、ケイト・ウィラサクレック、